こんにちは、ひなです。今日はキャブの分解をしていこうと思います。これが B のから取り外したキャブです。こうして見てみると思ったより綺麗ですね。前のオーナーが少しいじったのかもしれないですね。とりあえず開けていきましょう。まずオートチョークを外していきます。本当は押さえのプレートがあるはずですが、このキャブにはついてないですね。オートチョークを外したらこんな感じです。あ、違いますね、こっちでした、すみません。キャブの下側を開けていきます。ネジ2つで止まってますね。握力が60キロしかない私でも簡単に開きますね。これで下側が開きました。思ったより綺麗ですね。次はフロートを外していきます。フロートはネジ1本で止まってます。簡単に外れましたね。これがフロートです。落ちてきたちっちゃいのがフロートバルブです。なくしちゃいそうですね。次はスロージェットを外していきます。これは小さいマイナスドライバーで外れます。メインジェットを外し忘れているので後ほど外します。今度はキャブの上側を外していきます。これもネジ2本で止まっています。これを取るとスロットバルブとニードルジェットが抜けるはずです。はい、抜けましたね。これも簡単です。はい、これで全部取れました。あ、メインジェットを忘れていました。外していきます。メインジェットは少し大きめのマイナスドライバーで回していきます。こんな感じです。これで全部取れましたね。これがオートチョークです。チョークの役割を自動的にやってくれます。これがフロートとフロートバルブです。キャブ内のガソリンのレベルを一定に保つ役割があります。フロートが浮きの役割をしていて、フロートバルブがお風呂でいう栓の役割をしています。これがスロージェットとメインジェットです。スロージェットはアイドリングから低速域のガソリンの量を調整する役割があります。真ん中にガソリンが通る小さい穴があります。ちょっと動画じゃよく見えませんね。メインジェットも真ん中にガソリンが通る穴があります。アクセル全開付近のガソリンの量を調整する役割があります。今回はキャブレターの分解をしてみました。思っていたよりも簡単にできてよかったです。次回は清掃と組み立てをしていこうと思います。次も見てねー。